では、いただきます。はい。何やったっけ？トマトとアスパラのペペロンチーノですか。ペペロンチーノ？はい、ペペロンチーノですね。こんな感じで。よいしょ。まずね。よいしょ。刺さらんの？うん。おしゃれに食おうとして、うん、おしゃれになってないよ。よいしょ。もう、じゃあ。トマトにします。うん。うん、ペペロンチーノですね。おお、本当。うん。ニンニク効いた。ニンニク風味はするけど、うん。よそのペペロンチーノよりはおとなしい感じ。へえ。うん。優しい感じですね。優しい感じ。で、トマトの酸味があって。これアスパラ？アスパラですね。こんな感じ。うん。歯ごたえがあって、はい、トマトの酸味とニンニクの風味。おお。いいね。うん、いいですね。やっぱチェーン店とは違うね。あ、違う違う。もう本当。うん。匂いの邪魔しない感じですね。お口の。うん。ニンニクいるかなぐらいですね。へー、あ、美味しい。女性でも大丈夫と思う。匂い気にせずいけると思いますよ。あとセットでパンがついてます。はいはい、プラス200円やね。うん、ガーリックトースト。はいはい、うん、いい音やね。あ、パンですね。あ、今、吐き出す目でちょうどですね。うん、うわ、サラダ。うん、美味しいです。サラダですね、これ。いいね。いいですね。うん、住宅街の中のイタリアンやね。ね、珍しいですね。うん、スープ系なんでね、あのお箸で食べます、ね、はい、エビとこれがアサリかな、アサリです、アサリやね、わかめとわかめうどんみたいになっておるね、イカも入っておる、ね、結構入っておる、ちゃんとほらこの綿抜きがしてある。あ、本当、いただきます。はい、うん、醤油ベースやね、うんうん、バターが効いとばい、あのこう、うん、うん、美味しい、スープがね、やっぱうまいね、
スープパスタって美味しいよね。ですね、あったまるし、うん、うまい、うん、エビもプリプリやね、うん、うん、うまいわ、うん、じゃあちょっとパンをね、つけて、おーおー、汁にたっぷりつけて、うん、あ、これ、あれね、ニンニクが効いとんね、うん、ね、また味が変わって美味しい、あ、これうまいわ、これはおすすめよ、このやり方、おー、スーパースならですね、うん、うまい、美味しいわ、落ち着くイタリアンで落ち着くってなんか変な感じやけどね、ひょっとしたら前世はかもしれんねなんでな、うまい、あの麺の硬さもやっぱプロやね、ちょうどいいわ、仕上げてきてますね、うん、じゃあ残ったお汁をパンにつけて食べましょうか。おしゃれに食べてます、うん、似合っとうよ、あ、似合ってますうん、オイルが、うん、いろんな出汁吸ってるから、おお、やパンの深みの味が増すよね、うん、うん、あ、ちょうどいい感じですね、うん、うん、おいしい、じゃあセットのプリンはね、フリーですね、これアイスティーよね、これアイスティーですね、いきますね、はい、あ、硬い、焼いてありますね、ひと手間かかってます、この感覚は店じゃないと食えないよ、うん、こんな感じで、うん、卵はふんだんに使ったり、うん、甘さは甘いけど、うん、濃厚な感じの方が勝つ、うん、クリーム、あ、おいしい、うん、おいしそうやね、で、これがパリパリで、うん、ちょっと食感が、うん、これセットついとるなんて、おしゃれですね、で、200円って安いよね、サラダとパンがついて、うん、へー、